キスナーの皆さん、新年明けましておめでとうございます。白樹ホール社員の原です。森下さん、今年も1年間どうぞよろしくお願いします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今日は新年から素敵なゲストを、お迎えしました、はい、NHK 交響楽団ってご存知ですか？そうですか、知らない人いないですよね。そちらの、オーボエ奏者の池田翔子さんを今日お招きしております。よろしくお願いします。なんかもう1月ということで、はい、もう大工が終わってくたびれ果ててるはずなんですけど、はい、まあどうでした昨年は。いや、私実は大工折り番で、あ、本当ですか。はい、勤続20周年のリフレッシュ休暇をいただいてです、はいはい、昨年末はゆっくりさせていただきました。あ、じゃあもう本当にリフレッシュで、はい、あ、そういうのあるんですか。あるんですよ、勤続20年からリフレッシュ休暇って15か、まあ、15年だとあって、はい、もう大工はもうなんかオケやってる人にとってはね、なんかイスラム教のラマダンじゃないけど、もう絶対に越さなければいけない何かみたいな感じですけどね。なかったらないで、なんか寂しくなったりするものなんですかね。そうですね、なんか1回ぐらいはやっときたかったかなって思う年はありますよね。NK は本当にもう大工って始まっちゃうと同じメンバーで全部やるので、はい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 、入れ替えがないので、うん、もう乗り番だったら全部出るし、乗り番だともその年は大工はなしなので、うん、なるほどなるほどなる。2,3 年前になんか60分ぐらいで終わる大工ありましたよね、めちゃめちゃ早いの。それは私折り込んだから、はい、早い、指揮者が早くて、うん、テンポが早くて、テンポが早くて、そうそう、テンポが早くて、それでその後 N 響メンバーと忘年会だったんですけど、予想より20分ぐらい早く来てびっくりしたっていうですけど、まあでもそうですか。まあじゃあ21年20年も20年はい経ちましたね。びっくりびっくりです、本当に、あっという間で。そうですか。もう今年は先生もコロナもうある程度ですけど、白樹の本業はなかなかお年寄りが地方で家からまだ出てこないっていう様相なんですけど、今年はどんな感じですかね。どうでしょうね、今年はね、まあコロナもね、今年からワクチンも有償化になっちゃうし、うん、まあまあ普段通りにだんだんなってくるんでしょうけどね。まあ、それよりも万博が大変だから。ああ、働き方改革の余波で、まあ、全然間に合うはずなんだけど、うん、いろいろ言われるからみんなから。あ、そっちコンテンツの方もですね。そうそう、まあ、コンテンツっていうのも建築の中偉い言われてるね。パビリオンの申し込みが全然起きないみたいな話もね、結構引っ張ってる。もう150カ国弱かな。あ、そうですか、うん、70年万博が多いんでしょ。いいと思うもう最近誰も言ってくんないから、悪いことしかない。森下先生が万博の仕切りやってらっしゃるんで。ああ、そうなんです。大阪ファミリアの、ね、すごいですね。まあ何でもかんでもね、何やっても言われちゃいますからね。そう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 、ね、日本は目立たない方がいいという感じですね。ね、うん、まあ、つまんねえ国になってきて。まあ、そのあっという間ですよね。まあ、ところで本題に戻りますけれども、池田翔子さんって NHK 交響楽団で勤続20年っていうことは20歳より年上ってことですか。そうですね、はい、ちょっと思ったよりびっくり、思ったよりびっくりなって感じです。いやいや、若くて素敵なので。いやいや、まあ白杖やってて、去年もね、すごく珍しい形のコンサートを弾いていただいたりする中にはなったんですけども、うん、実は知り合ったきっかけがあまりないパターンで、私が銀行員やっていた時の、うん、マンツーマンリーダーやった後輩が脱サラしまして、うん、保険屋さんになったんですよ、うん、で生命保険の、うん、ただその彼がですね、まあ、私も客になったんですけど、うん、辞めた先輩から引き継いだお客様が池田翔子さんで、うん、でなんか僕の後輩クラシックのくの字も分かんないですよ、うん、原さん、お客さんにクラシックの人いるんですけど何も喋るネタがないんでっていうような話から、お食事会でたかった時にいらした。だから聖保の担当が一緒っていうご縁で、それは珍しいご縁だね。まあ、ほとんどいないですね。どうですか彼は。いや、すごいね、イケメンだし。イケメン、まず、まあ、うん、だし、まあ、お仕事もすごく誠実にこなしていただいて、いろいろお世話になってます。まあ、銀行の先生じゃないですか、こんなところで。そうですそうです。ですまあ、名前は伏せときますけど。いや、生命保険の人ってあんまり普段縁なくないですか。一回入っちゃうとなんか割っぽいイメージあるんだけど。まあでも最近もう持ったらね、継続してなんか定期的に会わなきゃいけないってルールがあったりだとか。あ、そうなの。結構面倒くさい。あとはまあ日本のねだと結構おばちゃんとかいていろいろやってますけども。うん、外資系はもう本当に個人事業主でやってるんで、うん、もう本当にね、すごいですね。お中元も聖母も来るし、
きません？いや、うちは。あ、そうです。すいませんよ。そうや、そう言っといて。結構アフターフォローも良くて、銀行の先輩たちでいつも後輩にたかるっていうね、ひどいこともやってるんですけど、あの時はどんな話したんでしたっけ？もう本当に世間話だったんですかね。ちょっとあんまり覚えてないです。そうですね。だいぶ前ですよね。そうですね、そうですね。でもそのきっかけとかがあって、それであの、まあ、N 響って渋谷にあって、で東急文化村っていうまたね、 N 響があの耐震工事終わって戻ってきた瞬間に文化村が今度、そうですね、東急本店がなくなって、週に一遍しか今開かないんですけど、日曜日しか、で白樹ホールと N 響と文化村の3カ所で、まあ奥渋谷さん連携しようっていう話したら、N 響が耐震でいなくなっちゃったり、工事でホールがなくで、白樹ホール、あとあのコロナが来たり、で今度やっと N 響帰ってきたと思ったら、あの今度は文化村が東急本店の取り潰しで全然稼働しなくなって、全く思い通りにいかないんですけど、でもその時の1回目でね、あの文化村のドゥマゴのところで、ああそうです、はい、梶川さんと両方で、そう、はい、雨の日にね、あの雨でしたっけ、雨の日にちょっとあのでもあれも素敵なね、あのフランスの雰囲気の空間でお客様に移動を聞いていただいたんですけど、そうなんです、あのだからドゥマゴっていう1階文化村も、あの地下1階のドゥマゴ、文化村のデザインもフランス人で、白杖のデザインもフランス人で、地下1階がフレンチなんですよ、で三冠連携の最初にじゃあ何しようかって言って、 N 響の団員さんに、まあ、そのドゥマゴっていうところの、まあ、オープンなところでコンサートやってもらおうっていうふうに N 響さんにお願いしたら吹いてくださった、日曜日だったよね、確かね、そうですね、なんかお休みの日でしたよね、そうそう、なんか頼んだ手前なんか行かなきゃと思って背広着て、はい、客でありがとうございますまあなんかそういう細い細い感じで、まあいろいろとこうお願いしてたんですけど、今年、あ、じゃあ去年か、去年、まあ、その三冠連携がなかなか思い通りいかない中も、なんかいろいろとこう模索する中で一個できたシリーズが、あの N 響の団員がまあいろんな編成で半年に1回、白樹ホールでコンサートをやるっていうシリーズがありまして、あの暮れはあの白樹が20周年だったので、20層、40層、60層、80層っていう弦楽のなんか末広がりコンサートみたいなことを、まあ元締めの方が決めてくださって弦楽やったんですけど、その前にね、あの池田さんに出ていただいたコンサート、あれ面白かったですよね。そうですね、あの N 響のセカンド奏者のだけが集まって、木管楽器とあとホルンですね、で、特殊管ってあのオーボエで言えばイングリッシュホルンみたいな、クライネットで言えばバスクライネットみたいな、そういう特殊管を得意とするメンバーを揃えて、その特殊管を使った、室内楽、普段それだけってなかなかオーケストラの中で、あそこにいるかな、見えてチラッと見えるぐらいなんですけど、それすごくあのそれぞれあのフィーチャーしたコンサートをやって、大変あの、ね、評判が良くて皆さん楽しんでいただいたみたいで、だからそうだ、コントラファゴットってあるんです、ファゴットに対して、でエスクラリネットっていうにも持ち替えてもらったんですけど、クライアントもアーカンとベーカンって言って、なんですかね、あの普通のトーン記号だとどの音に来るのがラの音なんです、音がずれ、なんて言ったんですか、あれ、楽譜にドレミファソラシドって書いてあって、ドレミファソラシドって吹くとラシドレミファソラってなるんですね、つまり同じあの楽器でもその長さによってどんどん音が低くなるじゃないですか、で奏者が例えばクラリネット奏者が同じ譜面と指使いで吹けるように、あの感の歯が変わるんですよね、その寄付とその出てくる音の方、いちいち指使いを覚えなくてするようになってるんですけど、その気温がだからベーカンっていって、シのフラットでスタートするのと、ラでスタートするのと、あとミのフラットでスタートするのがあるぞ、クライネット3つ、だからスコアでみんな波長調で何も譜面がなくても、ホルンっていう楽器とクライネットだけシャープがついたりフラットがついたりするっていう、それも4本持ってきてもらって、でイングリッシュホルンっていうのを持ってきていただいて、でホルンどうするんだろうと思ったら、ワーグナーチューバーっていう、なんかあと難しい、あのワーグナーっていいじゃないですか、あの人のオペラでしか使われない
楽器も持ち込んでもらって、うん、フルートもアルトフルートでしたっけ、アルトフルートとピッコロ両方、もうなんかすごかったですよね。そうですね、6人しかいないのに楽器が13本ぐらいあった感じですよね、うん、というなんか音色を楽しんでもらうっていうコンサートがあって、あれ、ああいうことって何度目です、あそこまでする、あそこまでするのってなかなかないですよね。いやあそこまでするのはないですよね。いやいや、だからその前身となるコンサートが実は一回あって、うん、あの池袋のグローバルリンクっていう、ああそこでね、はいはい、あれ、あそこで豊島区の、そうですそうです、健康一滴の、はいはい、そのまあちょっとあれの前身となるコンサートがあって、いやこれはもうちょっとあのこう追求して激しくやろう、そう激しく、であのヤナーチェクのあの60層も聞いていただきまして、バスクラリネットが入る珍しい室内楽があって、まあ、そういうもうちょっと本格的なのもやりたい、ひねりましたよねっていう、うん、でもどうですか、面白くなめちゃめちゃ面白かったですよね、うん、木管50層っていうと普通だからフルート、クラリネット、オーボエ、ファゴット、ホルンの50層なんですけど、うん、そこになぜかバスクラリネットが入ったっていう原曲、アレンジがない曲があって、それをメインに来て吹いていこうっていう曲を中心にして、あとはもう全部、もともとそんな編成ないので、うん、全部皆さんでアレンジメント、そうですね、うん、で木管50層ってあれなんですよね、まあ、例えば弦楽カルテだったらこう音のこう発音原理が一緒じゃないですか、弦楽器で木管50層だと発音原理が全部違うんですよ、楽器が。オーボエとファゴットだけダブルリードで一緒なんですけど、クラリネットシングルリード、フルートはこのフルートあの笛で吹く感じ、あとホルンも金管だし、そういう、 こう発音原理が違うので、すごく合わせるのは難しいんですけど、いろんな色が出るんですよ、音の組み合わせで。だから、オーボエって今日持ってきてたんですけど、どこから派生した楽器なんですか、もともと。どこから派生した、もともと何から来てるんですか、いろんなあれがあるんですけど、あのトルコとかでビャーっていうあの、シャルマイっていう、あ、トルコじゃないかな、ちょっと私も詳しくはないんですけど、こういうダブルリードの楽器っていろんな国から出てきてて、最終的にどこの何かっていうのは私もよく詳しくはないんですけど、クラリネットとは姉妹ぐらいの感じ、いや全然クラリネットは、あの歴史はもっと浅いです、浅い、だからモーツァルトの曲なんかはクラリネットが少ないんです、曲が、あのモーツァルト以降ぐらいあのなんですよね、クラリネット結局ダブルリードって多分あの葉っぱと葉っぱを噛み合わせてこう吹いて、なんか角笛みたいに吹いてるから、リードがむき出しなんですよ、だクラリネットっていうのはシングルリードっていって、こう、まあ、楽器があったら片方だけはめて下だけで、クラリネットの方が新しい、新しくて、あと音も出やすい、僕でも音出せます、オーボエは音出しにくいんですか、うん、あそうですね、あとホルンっていうのはもうすごい口が弱いところに口くっつけて震わすのプスって、うん、ホルンなんか逆に古そうなイメージですよね、なんか角笛の完全、そうそう、だけどすごく入り口が小さいので、ものすごい息使うので、一般論ですけどホルンは一番演奏難しい楽器だってなんかギネスに載ってるってもあるんですけど、オーボエも音出るのが大変なんで、比較的オーボエもギネスに載ってます、そうなんですね、世界で一番難しい木管楽器、二人ってものすごくこう集中してあの圧をかけるので、男性で結構抜け毛の奏者が多いという都市伝説すらあるような、都市伝説ありますね、じゃあ奏者の方少ないんですか、覚えはやっぱり、そうですね、やっぱ分母がねすごい少なくて、ブラスバンドをやるときにクラリネットとフルートとトランペットかどうか入るのが人気なので、最初オーボエにからやる人っていないんですよね、まあ私はそうでしたけど、あんまりオーボエっていう楽器を知らないんですよ、中学生ぐらいだとね、やっぱファゴットとか聞くと、なんかクラリネットトランペット起こって始めたらそのまま操作になっちゃいましたとか、そういうパターンばっかり、そういうパターンなんですね、本当あれやりたかったんだけどっていう、そう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 、いやこれはブラマあるあるですよね、あるあるです、せっかくなんでぜひ大声のと聞かせていただいて、はい、ちなみにリードを見せてあげてください、あ、その YouTube になった、怖いのは何なんですか、これはリードって言いまして、これ全部あの奏者が自作するんですけども、自分でする、はい、何から作るの、足です、え、自分で、はい、そうです、いや、売ってるのを買います、アマチュアの人はで、まあプロの奏者はほとんど自分で作る、このあのちくわの竹みたいな感じです、うんうん、あれぐらいの感じのやつを、あ、まあ、もちろんリード用の足なんですけど、うんうん、それを割るところから、へ、一番あの、そっから、それに音が変わるんですか、変わります、分厚くすると音が
まあちょっと何ですかね、ドイツ的というか、こもるような、こもるような、ほわーんとした音になってところがね、そうともかみ、あ、本当ですか、ビヤーってなっちゃう時もあるし、熱い薄いだけじゃなくて、やっぱりね、質感とか、うん、今その、何本、10本の今これ10本入りですね、から1つ選んだ、なんかその、それでこれはあのこの前発火が入ってるさ来たみたいな、そんなわけないじゃん。この人はまあ一番今日は調子がいいかなっていう、ほんと繊細ですよ。もう厚さがこの、まあ、2枚合わさってるんですけど、このこれの一番厚い部分で 0.55 ミリしかないんですよ。1ミリの半分ちょいぐらい。で一番先の削ってあるところもほんと透けるぐらい紙みたいに薄いんで、ちょっと歯にぶつけちゃったりするとパキってなっちゃうし、そうそう、作り直し、もちろんもちろん、すごいな。だからこれ作るのもう、でももうアマチュアでもマニアックになるともうこれ専門みたいになって、それ作って脱サラしたらリードを売る商売やるとか言ってるような、あ、ね、マニアックなアマチュア、アマチュア奏者の方で結構リードをメルカリで売ってる方とか、やばいっすね、本当に本当に、あのびっくりする。前のスタインウェイジャパンの後藤社長ってファゴット前ですけど、はい、やっぱり買われた後ファゴットのあのリードで生きておこうかなとかわけわかんないこと言ってましたね。それを差し込むんですか。そうです、え、あ、そうです、差し込む前の音ちょっと珍しいから、差し込む前の音はそれ自体もなるんだ。それ自体がなります。で、これ出ないぞ音。ただ素人があるとだって何もならないと思う。なんか人によってすごい容量がピーってなる。出る人いますけどね。出る人と、なんかうちの父はなんかわーってなって耳詰まっちゃった。そんな、人によって才能がバーン二分するっていうか。あ、確かに。ね、ビギナーズラックでプンって吹けるアマチュアもいますね。なんかね、意外と小学生とか、うん、ちょっと吹いてみて、何も考えないピーって吹いてるんですよね。苦手意識がね、大人は出ちゃうのもあるし。とか、なんかね、口の構造なのか、なんか容量なんだと思うんですけど。どこに差し込む？で、この先っちょのところに、ここに差し込みます。このリードの特化結構するので、アマチュアとかで学生時代になんか結構可愛い女の子のオーボエと男が取り替えっこして吹いたりしてるんですよ。リード関節キスじゃないですか。まあまあなんかそれで普通にやるなって思ったようなぐらい、なんかその辺の無意識ですよね。あまりいらない情報な気がする。まあそうですね。これはまああのオーケストラ始まる時に最初にラの音、これでチューニングが始まります。全然違う音なんですね。ネタリードだけとは。あ、そうなんです。当たり前じゃん。当たり前です。でもこれ結構衝撃ですよね。私これなんか自分が小学校の時に、あの体育館にそのオーケストラが来て、この違いにすごい私一番目を受けて、いやすごいな。いいなと思ったんですよね。それがあったからある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 ハマりなかったんですね。どこで子供のやる気スイッチあるか分かんないからやっぱりやんないとダメですね。何でもやっとかないとやってて、何でもいいからちょっと触れ合うっていうのは大事ですよね。まあ、あのやる気のないあの演奏聴いて嫌になっちゃう子供いるらしいし、一概にはいろいろ、でもそうそう、聞いてもらうのはね、でもそうですね、知ることから全て始まりますから。でほらオーケストラでチューニングってラーッと出すじゃないですか。あれはオーボエが最初に音を出して、オーボエから広がっていって、まず管楽器やって、その後コンサートマスターに音を移して、だもう基軸ですよねオーケストラはね。ある種ホルンもすごいけど、ラッパもすごいけど、やっぱオーボエはオーケストラの中心にいるって感じです。めっちゃ難しい楽器ですけどね。すごい、でも繊細なんですね、オーボエって。もうこういう、だからアクシデント、今もアクシデントたまたま見ていただきましたけど、こんなんばっかりですよ。で、まあこういうところでオクターブが変わるんですけど、同じ指で。ここがもうほんと1ミリぐらいしかなくて、あの、で、ここに水が溜まっちゃうともう出ないとか。すごくなんか気を使うし、リードもその湿度で結構吹きやすい、吹きにくいから、2枚リードっていうか、やっぱり2枚あるから、そこの距離感とかなんかいろんな問題があるみたいで、いやもうアマチュアオケやってるんで、もうやっぱオーボエの楽器のメンバーがもう上手い楽器奏者が ほとんどいないので、アマチュアオーケストラやってても本当いいオーボエ見つけたら絶対手放さないって感じですよね。これその本番中にその音が出なくなることとかあったらどうするんですか。まあ、あのピッとするちょっとこそっとこそっとやる感じですね。いろいろ紙があったり、あのその掃除する紙があったりするんですけど、それでピッてやったりとか、多分その辺の要はリザーブの準備があるわけですから、はいはい、
ちなみに先ほどの2番奏者っていう話があったと思うんですけど、うんうん、まあ上のメロディー弾く人と下のメロディーを弾く人がいて、うんうん、役割分担になってるんですね。で2番奏者の人が持ち替えって言って、そのさっきちょっと出たあの特殊楽器、うん、だからイングリッシュホルンっていう楽器をまた持ち替えなきゃいけなくて、それリードが違うんでしたっけ。そうですね、はい、うん、あの有名だとあの新世界のタララララ、ああいうすごい素敵なメロディー、またエキゾチックなねメロディーを持ち替えていただいたり、大忙しいなんですよね。ちなみに下世話なんですけど、リードってそのいくらぐらいするんですか今。完成品だと1本今だと3500円ぐらいとか、まあイングリッシュホルンになると言いますね。まあまあまあ、ところが取り書き組みなんでよかったと思って、いや1本3万5万とかだったら大変だなと思って。そんな恐ろしい消耗品でも、うん、これ1週間ぐらい、1週間持つか持たないかですよ。ああ我々だと結構1日かな。1日で、はい、1日とか振ったの。でも結構作んなきゃいけないですね。いや相当作ってます。だからあの人によるんですけど、あんまり作んないでこう練習をしてやる人と、やっぱりすごいもうリードで音色が全然違うんで、すごくあるんです。多分そのアマチュアの方も多分リードとかがも、うん、状態が良ければもっときっときっと全然上手に吹けるそうなんですけど、やっぱリードがとにかく難しくて、クラリネットとはやっぱりあのみんなやっぱり音色がこう、もともと持ってる楽器の音色がこうほーっていう柔らかい音なんで、うん、ちょっとリードが悪くてあんまり影響ないんですけど、うん、もう覚えはもう本当に。だってクラリで市販でも安いですもんね結構ね、こういっちゃなんですけど。まあそうですね、うん、だしやっぱりあの1枚なので、うん、やっぱり2枚合わせてこっちとこっちでこうしてるのと、やっぱりちょっとリスクが半分ぐらいです、うん、僕中学の時クラリネット習ったんですけど、本当にここにつけて上はもうあの普通に楽器の部分なので、ここを震わすだけだから結構簡単に音が、うん、野球部の人間とかでつけましたからね、うん、そんなぐらい違うんですよね、うん、まあという感じで、うん、関西ではコンサートは、ね、そう、もういきなり年明けから N 響団員ですので、あの、はい、皆さん E テレ の、 あの日曜日の9時からの番組に NHK 交響楽団のあると思うんですけど、あれでよくテレビに映ってますので、先生も一度見たら寝ちゃうかも、テレビも寝ちゃうかもしれませんけどあの一回皆さんもあの2番奏者に美しい方いらっしゃったら、あとイングリッシュホルン吹いてる方がいらっしゃったら、多分それは池田翔子さんなので、まあ、ぜひちょっとアーカイブの映像を見ていただくとね、この森下仁丹ロケ地が大きく変わって、これそうなんだこのすごい、なんか私森下仁丹に魂を売ったような今気持ちになってるんですけど、素晴らしい、また YouTube 見てもらうとね、なんかいきなり模様替えしてと同時に、あのあテレビの人だっていう感じで 見ていただくことになるかと思うんですけど、1月は N 響の関西の公演予定とかは、はい、1月27日に、NHK 大阪ホールで N 響の公演がありますので、ぜひ。それはオリバンじゃなくて、出番です。もう21年目だし、それは関係なく。あんまり私あのちょっと、うん、エース旅行ってあんまり乗ってないんですけど、うん、たまたま乗ってるんで。あ、じゃあもうチャンスですね。神戸からぜひいらしていただき、ぜひ。NHK 大阪ホールってどこにありましたっけ？ね、大阪城のところですね。あ、大阪の、うん、大阪城ですね。大阪放送局に併設されてるんですけど、はい、楽しみですね。あとなんかもう一個ぐらい噂によると。そう、ちょっと今もうあのね企画中っていうか、もうほぼ企画は通ってるんですけど、ちょっと今公表していいかちょっと微妙なところのコンサートがその翌日に収録時においてちょっと今公表しづらい感じの、まあでもその NHK 大阪ホールの27日に公演の次の日にあります。あの池田翔子さんの賞は昭和の賞なので、はい、あの池田翔子大ボエかなんかで年明けに調べてもらうと、はい、大阪で、あ、大阪池田翔子大ボエ、はい、でそれで多分ヒットすると思います。池田翔子って大ボエしか出ないですよ多分ね。ですかな、いや、いろいろいらっしゃいます。あ、本当ですか昭和の賞はいないですね、もうね、昭和の賞少ないから、はいはいはい、多分それで出ると思う。そうすると翌日木管後のような気もしますけれども、はい、木管50層の素敵なコンサートが、50時間木管の室内楽の演奏会がなんかあるかもしれないということで、はい、あのぜひぜひちょっと皆さん調べていただいて、池田翔子さんの応援をしていただければというふうに。というまであっという間に新年号も終わって失礼しましたけど、あの今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。